はい、では行きましょう。1次関数のグラフと傾き切片について一緒に見ていきます。ここではどういう問題かというと、こんな感じで1次関数の式が与えられてて、グラフの傾きと切片を得、またグラフを書けっていうような問題ですね。これどうやっていくか一緒に確認していきましょう。でまずはじめにですね、この1次関数のこの傾きとか切片って何っていうことをもう一度再確認しておきたいと思います。で、一次関数っていうのは y イコール ax プラス b。x を a 倍して何倍かして、それから b 加えてくださいよ。何ぼか足してくださいよっていうのが一次関数やったんですね。これはまさに一次関数ですよね。y イコール3分の 2x マイナス2。y は x を3分の2倍して、それから2引いて求まりますよと。これまさに一次関数ですね。で、この a を傾き、b を切片って言うんですね。これがすごい大事なところなので、しっかりまずこれを押さえておきましょう。A は傾き、別名変化の割合とも言いますよね。B が切片と言います。ここまで OK でしょうか。で、大事なことはこの名前をね、丸暗記するんじゃなくて、一体これが何を表しているかっていうのを理解することが大事ですよね。で、傾き。傾きっていうのはこのグラフの斜め具合のことなんですね。この2つのこのグラフ見てください。これとこれ見たら、ああ、こっちの方が傾き急やなとか、傾き大きいなとか、そういう印象を持てますよね。こっちの方が傾き緩いな、こっちの方が傾き急やな、みたいな感じですね。傾きっていうのはこのグラフの斜め具合を表しています。で、これ見方を変えれば、傾きっていうのは x が1増えた時に y がどんだけ増えるか。これが傾きなんですね。x が1増えた時に y がどんだけ増えるか。ね。この1増えた時に y が増える値が大きいほど傾きが大きくなる、急になるっていうのは、これを見たらわかりますよね。OK ですか？この傾きっていうのはグラフの斜め具合だよと。見方を変えれば、x が1増えた時に y がどれだけ増えるかっていうのが傾きなんですね。で、たまにね、たまにとか、まあ結構あるんですけども、傾きがこういう風に、4分の5。y イコール4分の 5x 足す、ほにゃほにゃみたいな感じで分数になってる時あるんですね。これは、ね、今と同じ考え方すれば、x が1増えた時に y が4分の5増えるっていう意味なんですけれども、ということはこれ言い方変えれば、x が4増えたら y が5増えるっていうのと全く同じ意味ですよね。1増えて4分の5増えるっていうことは、それ4回やれば5増えるんで、ね、4増えたら5増えると。だからこういう分数の時はこっちの見方の方がはるかにわかりやすいなとも思いますんでね、この両方の見方ができるようになってください。ね。OK でしょうか。ということはね、その前にごめんなさい、切片ですね。じゃあその次、この B の切片も見とこうと。で、この切片って何やっていうと、ここに書いてる通り、X が0の時の Y の値なんですね。グラフ上で言うとどこのことですか？ X が0の時の Y やから、ここですよね。ここが切片になるよと。ね。で、この一次関数 Y イコール 5X マイナス6の傾きと切片はって言われたら、傾きはここを見たらわかる。ね。傾きはこの A の部分なんで、これ傾きは5やと。そして切片はここ x が0の時の y。だからここ0台にしたら分かる通り、もこれがそのまま切片なんですね。切片はマイナス6になるよと。ここまで OK でしょうか。で、なんでグラフの前にこれを紹介しておくかっていうと、これが分かっておくとグラフがとても簡単に書けるんですね。前回の動画で一次関数のグラフの書き方は、僕らどういうのを勉強したかっていうと、y イコール、例えばまあ x プラス2っていうようなね、一次関数グラフを書けって言われたら、まず比例の y イコール x っていうグラフを書いて、このこういう感じでグラフ書いて、そっから y 座標全部プラスにするんやから、ね、上に2だけこう移動して、これが一次関数グラフになるよっていうやり方をやったんですね。これ何言ってるかわけわからん人は前回の動画を見てください。ね。でも実際この問題でやることは少ないんだよっていうことも一緒に紹介しました。というのも、一次関数のグラフっていうのは、これを見たらわかる通り、直線になるんですね。で、直線を僕らが引きたいなって思った時に、点何個分かってたらいいですか？っていうと、2個分かってたら直線書けますよね。こういうふうに点が、ここ、ここって2つ分かってたら、これを結べば直線になりますもんね。だから僕らが一次関数のグラフを書けって言われた時に考えることは、おうおう、一次関数のグラフか、直線やな。ということは、この点を2つ調べたらいいよね。っていうふうに思うんですね。じゃあどうやったら点2つ分かるやろう。っていうと、簡単な方法が、切片と傾きを利用するっていう方法なんですね。具体的に見ていきましょう。例えば僕らが y イコール 5x マイナス6っていうグラフを書きたいときに、ね、これ慣れてる人どうするかっていうと、こうまあ x 座標 y 座標があって、あ、切片マイナス6やなってわかるんです。切片って何やったかっていうと、x が0の時の y の値ですよね。つまり、切片がマイナス6、x が0の時 y がマイナス6なんやなと。ね、この辺にまず点を一つ取ると。で、その次ですね、傾きが見たら5
って分かるんです。傾きが5っていうことは x が1増えたら y が5増えるっていうことですよね。だからここから x が1増えたら y が5増えるとね、だこの辺に2つ目の点があるなと。ちなみにこれしっかり座標を書けば x が1で y がこのマイナス6からプラス5増えたんで何ぼなりますか。このマイナス6からプラス5増えたんでこれマイナス1ですよね。この2点を通ると、じゃあこれで2点が分かったから、あとはこの2つを結べばこれは1次関数のグラフになるじゃないかと、こういうふうにグラフを完成させるんですね。 OK でしょうか。だからこの1次関数のグラフってすごい簡単なんです。通る2点を調べるには切片と傾きを意識すればいいと、ね、でただちょっと問題になるのはね、この切片が分数の時、これ後でちょっとやりますけれども、こういう感じの問題ですね。 y イコールマイナス3分の 1x プラス3分の5みたいに、切片が分数の時はこれいくらメモリがあるかってあるとは言ってね、こう3分の5をなんとなく取るんじゃなくて、やっぱりこれはちゃんとやり方があるんでね、それについては後で見ていきたいと思います。まあ、ここに書いている通りね、代入して綺麗な点を見つけるなんですけど、それについては後でやっていきたいと思います。まずこっちですね、基本の y イコール3分の 2x マイナス2についてグラフの傾きと切片を言え、もう大丈夫ですね。傾きはどこ見たらいいんでしたっけ？ここですね。これが傾きを表しているんで、傾きは3分の2やとわかると。切片はこれですね、マイナス2やとわかると。じゃあこの2つを明確にする理由は何かっていうと、グラフが書きやすくなるからなんですね。まず、1次関数グラフを書けって言われたな、ということは直線になるから2点調べなあかんな、切片マイナス2やな、ということで0の時マイナス2というこの点を取ると。そしてその後ですね、グラフの傾きが3分の2やなと。この傾きが3分の2っていうのはどう見るかっていうと、分数の時はこういうふうに見ると分かりやすいんですね。 x が3増えたら y が2増えると。でここから x が1、2、3、3増えたら y が1、2増えるから、次の点はここやって分かるんですね。そしてこれで2点が取れたので、あとはこの2つを結べば完了するよと。っていう感じですね。OK でしょうか。それで y イコール、3分の 2x マイナス2っていうグラフが書けました。OK でしょうか。ね。で、ですね、さっき言った通り、じゃあこのもし分数の時どうすんねんと、y イコールマイナス3分の 1x プラス3分の5のグラフはみたいに言われたらどうすんねんと。ね、切片3分の5、山間で取るわけにはいかないですよね。いくらここね、頑張って3分の2取ったとしても、それが正しいという根拠は一個もないと。じゃあどうするかっていうと、代入して綺麗な点を調べるんです。具体的にどういうことかっていうと、もしこの式において、x が1の時、y どうなるかな、計算してみましょう。ここが1やったらマイナス3分の1になりますね。じゃあマイナス3分の1プラス3分の5、答え計算したらどうなりますか。マイナス3分の1プラス3分の5はこれ3分の4になりますよね。あ、また分数やということはこの点はきれいに取られへんなと。じゃあもし x が2の時 y どうなるかなと、 y はここマイナス3分の2になりますね。ここ2台にしたらマイナス3分の2プラス3分の5、じゃあこれ式計算したら3分の3、つまり1になりますね。 y が1ってわかる。ということは、あ、x が2やったら y が1なんや、この点は綺麗やなということで、 x が2で y が1っていう点をまず取ります。これで1個わかる。1個わかればあとは傾きですね。マイナス3分の1っていうことは x が3増えたら y がマイナス1なんで、1233増えたら y がマイナス1下がる。ここ、これで2点取れるんで、あとはここをこういう風に結べばグラフが完成するという流れですね。こういう風にして分数の時は、ね、こうグラフを書くことができます。はい、ということでね、ここでは1次関数グラフと傾き切片について一緒に確認していきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうか。 ね理解できたよっていう人はね、絶対この問題ね、類題ありますんでね、もう自分でも見つけてノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。でね、理解できなかったよっていう人はね、遠慮なくご質問くださいませ。心より応援しております。